鹿児島県西之表市にある馬毛島は、空母艦載機の離発着訓練場としての整備が進められているけど、地元自治体の反対運動も存在することで、急ピッチな整備が困難な状況があることも事実なんだよね。そんな実情だけど、中国は虎視眈々と尖閣諸島への野心を隠そうともせず、日本の EEZ 内で経済調査を行うなど、ロシアと同様の横暴な姿勢を繰り返している状況だもんね。そんな最中で、馬毛島に建設が予定されている訓練施設等の設計図が防衛省によって公開されたことは、このタイミングを狙ったものか、とかなり話題になったぜ。なんでもその施設には、大規模港湾施設も含まれていることから、加賀出雲が入港できるだけでなく、アメリカの原子力空母も入港が可能なのではと推察される規模になっているね。さて、今回は、馬毛島を取り巻く現状と、中国の横暴ぶりについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。鹿児島県の種子島から西方、屋久島からは北東の海上に位置する馬毛島は、アメリカ海軍の航空母艦が横須賀に入港した際に、その艦載機の陸上離着陸訓練の移転候補地として準備が現在進められているところだよ。アメリカ海軍の空母艦載機が実施しているこの訓練は、艦載機のパイロットや整備員らが航空母艦への離発着技能を維持するために必要不可欠な訓練であり、現在は日本本土から遠い小笠原諸島の硫黄島で離着陸訓練が実施されているみたい。横須賀を母港とするアメリカ海軍の航空母艦ロナルド・レーガンの艦載機は、山口県の岩国基地に駐機し、現在はそこから硫黄島に移動し訓練を行っているんだけど、片道 1000km 以上の距離を移動するなどの時間的ロスに加え、往復の燃料等の消費や機体の消耗等が問題となっていたんだ。そんなさなか、馬毛島が移転候補地に挙げられたのは今から11年前の2011年、当時の防衛大臣北沢利美氏が有力な候補地として馬毛島への基地整備を検討していることを認め、同島を所有していた民間企業タストンエアポート社から土地購入を目指す方向を明確にしたってわけ。だけど、タストンエアポート社は、馬毛島の売却ではなく賃借で国と契約する意向であったため、交渉は円滑に進んでいるわけではなかったんだよね。しかし、タストンエアポート社の経営環境の悪化などの出来事もあり、同社の姿勢も変化したことから、状況を一変させ、移転先の有力な候補地として安全保障協議委員会にプラス2の文書に公式に表記され、両国の共通理解として馬毛島の基地化整備を進めることになったんだ。2011年6月には、国とタストンエアポート社との交渉がスタートし、2点3点の動きはあったものの、ようやく2019年11月に約160億円で売買が合意したってわけ。だけど、今度は地元自治体の反対運動が起きることになり、国は翻弄されることになるんだよな。2011年に馬毛島への基地建設の方針が示されると、当時の種子島屋久島一市三町はそれぞれの議会で基地建設反対決議を行うなど、強硬な姿勢を示していたんだけど、なぜ地方自治体は反対運動を起こしたのかが気になるよね。その答えは、戦争を経験した人たちがまだまだ多い時代であったこと、基地ができれば攻撃を受けるという左翼などの変更した主張に一定の説得力があったから、当時の中国は、尖閣諸島の領有権を主張していたものの、海警局の艦艇を領海侵犯させるような行動は取っていなかったこともあり、隣国の軍隊が攻めてくるリスクは顧みられることはなく、むしろ基地を作ることで隣国を刺激する基地を作ることで中国の行動がエスカレートするという主張が、当然のように受け入れられていたこともあり、反対運動につながっていたんだ。そして、時は流れて2022年、令和4年度が近づくことになり、かつて反対運動を繰り広げていた地方自治体がその真逆の行動を取るようになってきたのは、日本の国益にとっても有益なことになったよ。2021年度から、次第にそれぞれの地方自治体で馬毛島での、施設誘致をもっと進めてほしいと賛成決議などを行うようになったんだ。あれほど反対をしていた自治体が、軒並み自衛隊誘致に踏み切る大きな理由は財源だね。財源ってどういうこと？国は、いわゆる防衛施設などを設置した自治体に対して交付金の名称で資金援助を行うことから、自治体によっては財源が得られ、独自の政策を実現できるなどのメリットがあり、過疎に悩む自治体にとっては喉から手が出るほど欲しい財源でもあるんだぜ。仮に、馬毛島への自衛隊施設の整備が進むことで、国からは再編交付金民生安定助成事業補助金、特定防衛施設周辺整備調整交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、基地交付金などがあり、
億単位の交付金が町の財政を潤わせることになるからね。交付金の用途は一定の制限があるものの、一般的には公共施設整備や医療福祉の整備事業や、農業や漁業の振興、活性化イベント開催などに活用することができるので、自治体独自の事業や公共施設の整備が実現可能となるんだ。それ以外にも、自衛隊員がそれぞれの自治体に在住することによって、税収が増加するということも挙げられるよ。仮に、馬毛島基地に勤務する自衛隊員の宿舎などの施設を建設してもらえば、そこで働く人が増え、所得税が自治体に入ってくるんだ。その他にも訓練施設、車両整備工場、物流倉庫などの建設がなされれば、固定資産税が自治体に入ってくることになるよね。もともと人口が少なく税収が乏しい2町にこれらの交付金補助金が入り、かつ自衛隊員にかかる所得税や固定資産税がどんどん入ってくるとなれば、非常に大きい収入となることは間違いないんだ。どこの自治体も財源に余裕がないことはわかるけど、ちょっとだけ現金に思えるかも。でも、基地を作れば騒音やいろいろ問題が発生することも事実だし、それを多めに見るためのお金と思えば納得かな。そうだね。一方で、反対の姿勢を変化させない西之表氏は、市議会による整備賛成決議を無視したまま、現役の矢板市長が整備反対の姿勢を崩そうとしない状況が続いており、住民も二分されているみたい。矢板市長は、今までの選挙でも白票の勝利を収めるなど、西之表氏を二分する分裂選挙となっていたことから、市民の間にしこりを残していることも踏まえて、明確な方針を示すことを避けてきたように思えるんだ。それでも、賛成に舵を取った二町の行動に焦りを感じたのか、矢板市長は、苦し紛れとも思える策として、西之表市内にあるとされる約40の団体に整備の是非についてヒアリングを行うことを発表したよ。ヒアリングによって住民の意見を聞き、意見を集約して公表するとしているけど、自分の意思ではなく住民の総意に従って、自身の意見を反対から中立に旗色を変えるために理由づくりを図ったのではないかと思えるよね。鹿児島県としても、基地移転に向けて前向きな整備を加速させるために、環境アセスメント計画を提出するように要望し、国がそれに応えるために、初めて基地の規模や施設の想定が明るみになったみたい。2021年8月6日、防衛省は馬毛島へのアメリカ軍の、利活用及び航空海上用自衛隊の基地設置に関するイメージ図を公表し、具体的に大まかな設備のレイアウトなどについて現状の移転計画を提示したんだ。イメージ図によると、馬毛島の東側の海岸線部分に北から3本の簡易な桟橋が書かれており、そのさらに南側の島の中央部分あたりに防波堤や堤防を含む大規模な港湾施設も作られ、同時に複数の艦艇の係留が可能となるだろうことが推測されたよ。簡易な桟橋といっても、500メートルから700メートルほどの長さが予定されて、大規模な港湾施設に関しては東側の海上に約1300メートルほど突き出す形となっていて、そのイメージはまさに軍港だな。この大規模な港湾施設は、海上自衛隊で最大のスケールを誇る護衛艦出雲や加賀、満載排水量2万6000トン、全長248メートル、全幅38メートル、喫水 7.3 メートル級。が十分に係留可能な規模になっているみたい。アメリカ軍の訓練利用は、年間でも数回数週間と使用する程度のため、通常時には自衛隊基地としての利活用が主となると言っても間違いないね。馬毛島に、恒常的に戦闘機が常駐すれば、沖縄と日本本土の間、尖閣諸島に対してアプローチが容易な拠点がまた5つ増えることで、中国に対して有効な牽制となるんだ。そして、港湾施設が整備されることで呉、佐世保、横須賀などとは別の場所の根拠地を手に入れることになれば、出雲や加賀が有事に備えて馬毛島に待機することも可能となり、中国に先制攻撃を仕掛けられるリスクの軽減につながると予想されるよ。日本の国防にとって、馬毛島に訓練施設ができるのは非常に重要なことであることは、2022年の世界情勢から見ても非常に有効な方法だね。護衛艦出雲加賀艦載機の訓練場所を確保すること、アメリカ海軍の空母艦載機の訓練の場所としても活用することは、尖閣諸島を望むこの位置関係から見ても、中国へのプレッシャーを与えるために欠かせない基地となることは事実だしな。
先制攻撃に対する対応が遅れれば、日本の領土が失われるだけでなく、国民の財産や生命が危機にさらされるもんね。ああ、ロシアのウクライナ侵攻の状況を見れば、ロシアや中国が国際法を遵守する姿勢などないと思えるし、自国の主義主張だけで軍事侵攻も躊躇しない姿勢が十分に伝わってくることがわかるぜ。実際、中国軍が行動に踏み切れば、たやすく尖閣諸島を占領するだけでなく、沖縄本島や南西諸島の占領も十分視野に入れてくるだろうからね。そんな現状において必要なのは、中国を牽制するのではなく、中国の横暴を防ぐためのプレッシャーをかけ続けることであること、このことを多くの国民に理解してほしいと思うんだ。すでに、台湾や尖閣、南シナ海において領土への野心を隠そうとしない中国が、良心的な隣国であるという幻想はとっくに捨て去る時が来たってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。